それでは時間になったので始めてさせていただきます。アメテックの高内です。本日はアメテック株式会社ガタン事業部のウェビナーにご参加いただきありがとうございます。今回のウェビナーはモナークプロ T テム用仮想ドルミネッセンスシステムのご紹介となります。ガタンは市販では唯一のテム用仮想ドルミネッセンスシステムとしてバルカンを販売しておりました。これはガタンが冷却ホルダー及び仮想ドルミネッセンスの世界のリーディングカンパニーであることから提供できていたと思っております。この度、セム用 CL で好評いただいております新型 CL システムモナークの制御系を搭載してモナーク T プロとしてバルカンを新たにリニューアルして販売させていただくことになりました。セム CL では対応できないような高分解の高感度 CL システムとして非常にメリットがあるとガタンでは考えております。それでは佐伯さんよろしくお願いいたします。はい、ご紹介ありがとうございます。ガタン事業部の佐伯でございます。本日は当社主催のウェビナーにご参加いただきありがとうございました。まあ、高内からも、お話しさせていただきました通り、この度ご紹介させていただく製品は、テム用の仮想ドルミネッセンスデータ取得用のシステムとなっております。で、以前、バルカンという製品、高内からもお話しさせていただきましたが、あったのですが、まあ、そちらの販売終了させていただいてから少し間が空いてしまったのですが、この度、そのバルカンの後継機として、新たに仮想ドルミネッセンス用のシステムをリリースさせましたので、ご紹介をさせていただきます。さて、ウェビナーの本編に先立ちまして、ご質問の方法についてご説明させていただきます。ご質問ございました際には、こちらのクエスチョンのパネルにご質問を入力の上で送信してください。プレゼンテーション途中で入力、送信をいただいても大丈夫です。いただきましたご質問に関しましては、プレゼンテーションの終了後、もしくは後日改めて回答をさせていただきたいと思います。それでは早速、ガタン社製モナークプロ T 最新型テム用仮想ドルミネッセンスシステムのご紹介と題しまして発表させていただきます。まず最初に、CL 波長と、ELS や EDS で得られるエネルギーの関係についてちょっとご紹介、ご説明をさせていただきます。CL の信号、仮想ドルミネッセンスの信号は主に、荷電子体と電動体のエネルギー差に相当する光によって得られます。その波長範囲としては、赤外から紫外光となっておりまして、一般的には、波長の最も短いところ、で、165ナノメートルくらいあたりから波長の最も長いところで2000ナノメートルといったあたりの光を分析解析するような事例が多いかと。で、それに対して内核電子の冷気に相当する比較的大きなエネルギーを扱うイールスあるいは EDS では、まあ、イールスだと、ゼロから、今、ダイレクトディテクションイールスなどを使えば、10キロ EB、まあ、1万エレクトロボルト近辺まで、測定ができたり、あと EDS だと、まあ、30キロ EB、ソフトといったあたりまでの、広い、強いエネルギーを扱っておりますが、まあ、CL ではこちらに表示いたしました通り、エレクトロボルトに換算すると 0.5 から6エレクトロボルトくらい。とエネルギー範囲が小さいところを扱います。で、その、よく CL の測定で話に出てくる、ガリウムナイトライド、まあ、パワーデバイスですとか、高周波部品、発光ダイオードなどに用いられるものですけれども、そちらは室温で約 3.4 エレクトロンボルト、365ナノメートルに相当するバンドギャップを持っているものになります。で、次に、各種のアプリケーション等々のご紹介に先立ちまして、モナークプロ T のハードウェア的な構成についてお話をさせていただきたいのですが、モナークプロ T は、ホルダー部分である 466N のモナークプロ T オプティカルホルダーという部分と、分光検出部である 466A モナークプロ T アナリシスシステムという2つの、大きく分けて2つのハードウェアからなっております。466N は、先代機種のバルカンホルダーと同等のものとなっておりますが、周光ミラー、
逆に光を導入する場合は照射するためのものとなりますが、周光照射のミラー付きのホルダーとなっております。そのホルダーには液体窒素冷却機構を備えておりますので、その冷却の温度コントローラーで、光を伝送するためのファイバー及び、ホルダースタンドというような構成になっております。でもう一方の 466A は、ファイバーにて伝送された仮想ドルミネッセンス光を分光検出するものとなっておりまして、300から980ナノメートルの、波長に対応する PMT 検出器、300から1100ナノメートルの波長に対応する CCD 検出器、あるいは分光グレーディング等の光学系が含まれたものとなっておりまして、オプションといたしましては、波長フィルターを、つけるためのカートリッジですとか、あるいは、シグナルノイズ比を、PMT のシグナルノイズ比を改善するための PMT 冷却の機構。あるいは、こちらだと300から1000というふうになってますが、さらに長い波長、赤外波長を検出するための赤外波長検出器などのオプションがございます。通常他のガタン製品も一緒に入っているケースが多いかと思いますが、パソコン、制御用のパソコンですとか、あるいはステムのプローブの制御するためのレジスキャンツリーといったものが必須になってまいります。まあ、そのようなシステムがモナークプロ T、そのような2つ、大きく分けてこの2つで構成されているものがモナークプロ T となります。で、466N、モナークプロ T のオプティカルホルダー、ホルダー部分についてですが、まあ、こちら、右側の模式図に示している、この灰色の部分ですね。上下2枚の薄型の周光ミラー。まあ、こちらがその実際のミラーなんですけれども、それがついたサイドエントリーテム用ホルダーとなっておりまして、まあ、各ミラーの高さは 1.3 ミリメートル。で、上と下についてでトータルの高さ4ミリというホルダーになっております。なので、超高分解能の、ギャップの狭いコールピースには対応してないです。で、周光ミラーの立体角は最大 7.3 ステラジアンとなっておりまして、ミラーのところにこの穴がありまして、直径 0.5 ミリメートルの電子ビーム導入用のアパーチャーがございます。こちらを通って電子が資料に当たり、で、資料が仮想ドルミネッセンス発光して、で、あらかじめこの資料の位置にフォーカスを合わせられた、この周光ミラーに反射して、ファイバーオプティックの方に、光が伝わる。その光を、ファイバーオプティックで伝送するというような仕組みになっております。実際のホルダー先端はこのような形になっておりまして、4ミリメートルほどの厚さがあります。でそれプラス、液体窒素冷却機構、まあ、リュアー等が、もっと、この写真で言うと右側の方ですね、ついておりまして、温度に関しては1905温度コントローラーを使用して制御する、というものになっております。で、この 466N については、先ほどもちらっと申し上げました通り、TEM のモデルですとか、あるいは温度コントローラーの種類等での違いはございますが、基本的にはバルカンのものと同じになります。それと、次に光学分光検出系の 466A ですが、モナクプロティアナリシスシステム。こちらはバルカンの光学系から改善されておりまして、周差が大幅に改善しています。で、周差が改善されているので、最大5倍の波長分解能を実現しております。まあ、これ、先に先行して発表されたセム用の CL システムであるモナークの技術を取り入れて周差を改善したものですが、でこの波長分解能が5倍改善しているということはですね、CL の場合、可変幅のスリットを狭くして、周差の少ない領域だけの光を取り込むというようなことをして、波長分解能を高くしたりしているのですが、元々の信号の周差がなくなって、より周差のない信号を取り込めるということで、そのスリットの幅を広くすることができます。まあ細かく言葉だけで説明するのは難しいのですが、まあそれによって、
より同じ分解能を維持しつつ、従来よりもスリットを広げられる、まあそういうこともできるので、測定の条件によっては、分解能を上げるというよりも逆にスループットを高くしているというような言い方もできるかもしれません。あとは、まあ、先代のバルカンとの関係になるのですが、ホルダー部分共通となっておりますので、こちらの 466A を導入いただくことにより、バルカンをモナクプロ T にアップグレードいただくということも可能になっております。以上、最初にちょっと CL の信号ですとか、あるいはシステムのハードウェア的な構成についてお話をさせていただきましたが、まあ、ここから、モナクプロ T のアプリケーション的なところとか含めた特徴をご紹介させていただきたいと思います。Monarch Pro T では、TEM において資料の光学情報を得ることで、ナノスケールでの構造や光学、あるいは電子特性を明らかにすることが可能です。でその特徴といたしましては、まあ、鮮明な仮想ドルミネッセンス度やスペクトルを取得可能であること。CL の仮想ドルミネッセンス光の取得のみならず、光導入用のホルダーとして使用していただくことで、様々なテムでの、機能拡張をもたらすこと。および、デジタルマイクログラフソフトウェアでのデータ一元管理により、例えば ELS、EDS、あるいは 4D ステムといった他の測定手法と合わせたマルチモーダル分析のワークフローを単純化することができるといった特徴がございます。でまず一つ目の信号である、鮮明な CL スペクトル像の取得については、下記、こちらの三つの視点から データを交えてご紹介をさせていただきます。一つ目は、TEM の CL ならではの分解で、まあ、TEM の CL、あるいは他の、発光分析装置では得られなかったような、ナノスケールでの資料の発光特性を明らかにすることができます。次に、その高い分解能と CL 信号以外にも、同時に得られる、ステム信号などですね。あるいは、個別で取った空間分解能の高いステム信号などと合わせることによって、構造と光学特性を関連付けて解析するということが可能になります。さらに、サブミリエレクトロンボルトという高い分解能。あと CL、信号以外に得られるステム信号などと合わせることで、ごめんなさい、関連解析したものの高いエネルギー分解能でスペクトルを取得することで、バンドギャップを正確に測定することが可能になるという特徴がございます。でその、TEM の CL の最も優れた点ですが、例えばこのマイクロフォトルミネッセンスですとか、マイクロラマンといった測定での空間分解能がこの青い、円がもうはみ出ちゃってますけれども、そのプローブ系が青で示されるとすると、SEM の CL はこの緑。で、TEM の CL はこの赤で示される分解能で、測定が可能になっている。で、その、この右側のイメージのスケールに合わせた、画像がこちらの左の絵になるのですが、こちらの、このカラーマッピングされた部分っていうのが CL の測定の絵になります。で、白黒のものはハーディフの絵になるのですが、まあ、この測定結果を見ていただいてわかるように、TEM の CL では、まあ、このスケールバーが5ナノメートルなので、サブナノメートルオーダーでの分解能を実現していることが見て取れるかと思います。で、この分解能ですが、まあ、いろいろな要因で分解能というのは変化するかと思いますけれども、SEM の CL では、資料に電子が当たった後、その電子が資料内で拡散し、あるいは、CL 発光を促す、元となるエネルギーというのが資料内に広がることで、だいたい、まあ見ていて、このスケールバーで見ていただいてわかるとおり、10ナノメートルくらいというようなのが一般的な CL での空間分解能の限界になりますが、TEM の場合は資料が薄く、
電子ビーム投下しますので、内部での資料の広がり、資料、信号の広がりも少なく非常に、高い空間分解を得ることができます。で、こちらの画像というのは 80kV で資料を、100K 以下に冷却して得られたもので、まあ、大体この厚さ2、3ナノメートルのディスク状のガリウムナイトライドを含む半導体ナノロットの測定結果なのですが、サブナノメートルの空間分解能で、かつ波長の特性がマッピングできていることがわかるかと思います。まあ、このように、ステムの収束プローブを使用して10倍以上の空間分解のセムと比較してですね、ルミネッセンス測定を実現可能で、まあ、かつ、その高い立体角を持つ独自のミラーによって集光効率も高いというものになります。で、次にお示しいたします事例は、こちらもガリウムナイトライドのナノロット、の中に入った、インジウムガリウムナイトライドディスクについての解析事例になります。こちらの A とこの B の画像というのは、ハーディフの画像を示しており、こちらの C が、CL のスペクトラムイメージング、3次元のデータになりまして、その中から465プラスマイナス2ナノメートルという波長の部分だけを抽出したものがこの D の絵。で、かつ、この青色の部分の量子ドットから抽出したスペクトルというのがこちらの E の絵になります。で、モナークプロ T のスペクトラムイメージは、まあ、イールスなどの、ガタン射性の分析システム同様に、デジスキャン3を使用してデータを取得しておりますので、名視野やアンシア、あるいはこちらに示したようなハーディフ等のステム画像を取得し、そちらの画像と CL で描かれた絵というのを合わせて比較、解析するというようなことが可能になっております。まあ、その結果、この絵で見られる構造というのと CL 測定の結果得られた電子的、光学的特性というものを結びつけた解析が可能になる。まあ、かつ、冷却機能を備わっておりますので、より低ノイズかつ外乱の少ない状態での測定が可能になりますので、電子バンド構造の、サブバンドギャップですとか、量子状態というものを明らかにすることが可能になっております。こちらは、硫化カドミウムとテルル化カドミウム量子ドットの解析事例になりまして、ものとしては、テレビの赤色の光源などに使われている材料になるのですが、こちらのデータでは、赤色の CL 画像と、このモノクラのハーディフ画像を重ねておりまして、まあ、この場所によって、構造や、場所による量子効率の大きさの違いということを見て取ることが可能になるような、そういう解析事例になります。で、もう一つ興味深い事例といたしましては、こちらが金の三角プリズムの発光モードの測定した事例なのですが、ダークフィールドのステム像だとただの三角形の絵になってますけれども、CL 測定をして、各波長ごとに、絵を抽出すると、例えば900ナノメートル、1.37 エレクトロンボルトに相当するところでは頂点部分に選択的に強い信号が出ており、1.9 エレクトロンボルト、650ナノメートルでは辺の部分に選択的に光が。さらに 2.95、420ナノメートルあたりでは、中心部分にそれぞれ選択的に、偏っていくことが見て取ることができます。でもその構造と光学特性の関係というのをこのように、見ることができるのですが、まあ、例えばこの三角形のプリズム自体の大きさが変わると、それでももちろん光学特性っていうのは変化してくるのですけれども、まあ、そのような物理的な構造と光学特性の相関づけた解析というものが可能になります。
で、これまで3つほど示してきたようなデータを得られるということと合わせて重要なことにはなるかと思うのですが、このような測定が資料を、フォルダをテムに導入いただいて、通常のステム測定向けの調整、フォーカスでとか、修正。構成を行っていただくだけで、このようなデータの取得の準備が整うという点をメリットになるかと思います。というのは、SEM を使った CL、使われていらっしゃる方もいらっしゃるかと思いますが、SEM を使った CL では、電子線のフォーカスを合わせるだけではなくて、ミラーと資料の位置関係と調整することによって、そのミラーのフォーカス合わせ、合わせて必要になるものになっておりまして、そういう意味では複雑な調整が結構必要になっています。一方、モノアクティのミラーっていうのはもう、もともと資料が来るべき位置にフォーカスが合わされたミラーと一体型のシステムになっておりますので、まあ、今申し上げたフォーカスっていうのは電子線のフォーカスじゃなくミラーのフォーカスですけど、それがすでに調整されているので、資料を載せてホルダーを入れて、電子ビームの調整をしていただくだけで、このようなデータの取得が可能になります。で、この事例では、同じく、硫化カドミウム、テルル化カドミウムの、こちら太陽光電池材料ですね、のバンドギャップ測定をしたものになります。同様の測定には、イールスを使用することもできるんですけれども、イールスの場合ご存知の方も多いかと思いますが、ゼロロスピークのテール部分っていうのが非常に大きなバックグラウンドになってしまいまして、この 1.71 とか 1.65 とかそういったレンジの測定をするっていうのはなかなかハードルが高いというような問題があります。もちろんそれを補正するバックグラウンドをさっぴいて観察するようなことも可能ではありますが、まあ、データ処理に、誤差が生じてしまう可能性、不確実なデータの処理というふうなものになってしまう可能性がありますが、CL の場合ですと、そのようなバックグラウンドはほぼなくですね、より精度の高い測定、バンドギャップの決定等が容易になります。またさらに波長分解能、まあ、イールスで言うとエネルギー分解能に相当するんですが、それが非常に高いデータが得られるため、正確なデータを得ることができます。で、先にもご紹介いたしました通り、モナークプロ T ではパルカンと比較して5倍のスペクトル分解、まあ、言い方を変えるとスループット、高いスループットを実現しており、そういう早いスループットあるいは高い分解能の下で、測定をして、精度の高いバンドギャップのマッピング等を可能としております。で次に、2つ目の特徴である光導入用ホルダーとしての利用についてご紹介させていただきます。通常、テム用の CL システムとしてご利用いただく際には、テムから出て、すいません、ホルダーから出ているファイバー部分を、466A という分光検出系のユニットに接続して使用いたしますが、ホルダ部分だけを用いて、ファイバー部分から光を導入することによって、光導入用ホルダーとして活用いただくことが可能です。その場合、分光検出系の 466A は必要ないのですが、光源が新たに必要にはなってまいります。で、モナークプロ T には、光源等が付属してないため、別途ご準備いただく必要あるのですが、まあ、そのような光導入用ホルダーとしての機能についても、これらの視点、ホルダーを共有することで、電子顕微鏡間で実験を移行、シームレスに移行できる点ですとか、150マイクロメートルの視野で安定した光照射を確保する点。それは光活性触媒反応のインサイチュー測定を可能にするね。などを交えてご紹介をさせていただきたいと思います。光導入用のホルダーとして、その活用いただく場合のお話ですけれども、テムに対して、例えば穴を開けてだったり、どっかのポートを使って光導入用のポート取り付け、航路の確保などの改造を必要とせず、ホルダーを導入してやるだけで、光導入テム環境を構築することが可能です。で、モナークプロティスシステムそのものには先ほど申し上げた通り光源含んでおりませんが、光照射による様々な実験に対応
することが可能です。で、また、この CL の光を収集するシステムですので、ミラーのフォーカスというのはすでに、資料上に定まっているので、まあ、資料から光が出る場合は、光の流れがこういう向きになるんですけれども、逆に、外から光を入れていただいた場合も、フォーカスが合っているところに光が照射されます。で、その照射される範囲というのは150マイクロメートルくらいの範囲に安定した光を照射することができるんですが、まあ、そのような安定した光照射を実現するシステムとして使っていただくことが可能です。で、まあ、あえて絵で説明するほどのことでもないかもしれないですが、こちらの導入システム、こちらのシステムというのは本当にホルダーと同じなので、テムそのもののホルダー形状が一緒でポールピースギャップが許すのであれば、まあ、この隣のテムに使い、ちょっと他の測定ができるようなテムに使いみたいな形で、複数のテムで共用して、光導入の測定を実施するということも可能になります。でこちらに、光活性触媒のインサイチュ測定の事例についてご紹介をさせていただきます。で光活性触媒のパラジウムですけれども、温度243Kで、20から40パスカルの水素ガス噴気化。まあ、この、水素ガスの供給源は、ホルダーにはついてないので、これは、ETEM 由来の条件になるのですが、そのような条件のもと、温度制御をしながら観察をし、水素リッチなベータ層から、プアなアルファ層に変化する過程を示した事例を紹介させていただきます。で、ここでダークとあるのですが、これは光を照射しない状態で観察した状態を示していますが、このように、ベータ層からアルファ層に時間を追って変化しています。で、これが時間をかけて少しずつアルファ層が成長しており、すべて、変化するまでにだいたい5分弱くらいの時間を要しているということがわかるかと思います。で、この測定自体はデジタルマイクログラフソフトウェアのインサイチューカメラを使って測定したものになりますけれども、これを今度光を照射した状態ですね。で測定をしていくと。ちょっとこちらの四角い部分、ちょっと大きさが上のものと比べて、小さいですけど、小さいということはありますけれども、690ナノメートルの光を照射しながら観察した結果になりますが、ベータ層がアルファ層にすべて変わるのに8秒と非常に短い時間で変化が進んでいるということがわかるかと思います。でモナークプロ T 落ちると、150マイクロメートルの視野範囲に、幅広い波長域の光を安定して照射しながらこのような観察をすることが可能になりますので、その照射をしつつ、その画端射性のインサイチュー動画記録機能付きのカメラを使うことにより、光活性資料のインサイチュー動画測定というものを、温度のデータなどのメタデータを動画とリンクさせながら収集するというようなことが可能になってまいります。で、最初にご紹介させていただきました3つの特徴である3つ目ですね。です。についてご紹介させていただきます。このマルチモーダル分析のワークフローを単純化するという点ですけれども、ご存知の通り、画端射では、テム用カメラ、ステム検出機、イールス、EDS、オーディステム用システムなど、様々なテムステムに関連する各種のアクセサリーの取り扱いをさせていただいております。で、それらをデジタルマイクログラフソフトウェアで一元管理できるようなシステムになっておりますので、今回ご紹介させていただきましたモナークプロ T で CL 測定という新たなアプリケーション、新たなデータ取得方法を提供する、加えることにより、まあ、多面的な観点から分析、解析が可能になります。で、もちろんそのデータ、CL だけを取るっていうようなことだけでなく、まあ、CL とイールスを同時に取るですとか、そういったこともできるので、複数次元
まあ、複数の手法のデータをシームレスにリンクをすることが可能になっており、あのスケールでの光学特性を、まあ、マルチモーダル、複数視点からの解析ということを可能、解析、測定解析ということを可能にするものとなっております。デジタルマイクログラフソフトウェアで制御できる、測定になりますけれども、まあ、例えば 4D ステムを含む、マイクロ ED と含むリフラクションですとか、あるいは EF テムを含むイメージング、動的観察をするインサイチュー測定、スペクトラムイメージ観察、まあ、今回のその CL はここに入ってきますけれども、イルスやイルス等のスペクトラムイメージの測定や、資料傾斜、トモグラフィーなど、様々な測定手法の制御、解析を行うことが可能になっております。で、これらの他の測定手法同様に、このデジタルマイクログラフのインターフェースで一つのパソコンにてデータの、データ取得のセットアップから、データ取得、さらには解析というところが、可能になるというシステムになります。で、各測定手法とのデータのリンクについてちょっとご説明をさせていただくと、まあ、ホルダーの先ほども一番最初の方にご紹介させていただきました通り、上下のミラーに 0.5mm という小さなアパーチャーが開いているため、CL 測定をした後の透過ビーム、透過電子や解説電子もホルダーを通過して下の方まで、信号が通過することができます。そのため、ボトムマウント型のカメラや感情検出器等を使えば、ステム信号、DF のデータですとか、あるいは BF のデータも取得できますね。あと、カメラを使えば 4D ステム測定なども可能になります。で、ボトムのカメラを使わずに、ポストカラム型のイールスシステムに、透過ビームを使ってやると、イールスの取得をしながら、ステムの、画像データを取得するなどのことが可能になる。さらに、モナークプロ T のホルダー、上下にミラーがあると申し上げましたが、それの上側のミラーだけ外したりしてしまえばですね、まあ、CL の集光効率が下がったり、あるいは、EDS 用の専用ホルダーと比較して信号取得効率が下がったりというようなトレードオフがございますが、EDS の信号も同時に取得することも可能になります。で、まあ、これらの、EDS、イルス、リフラクションといった、測定手法に加え、先にご紹介したような、まあ、CL の代わりに逆に光照射システムとしてご使用いただくようなことも可能になります。で、このような、複数の検出器に同期した信号、EDS、イルス、解説、CL などを同時に記録することが可能で、メタデータとともに保存される、まあ、業界標準の DM4.DM4 とか5と、まあ、いわゆる .dm 形式のファイルを使用いたしますので、ファイルの変換や転送は不要になり、でさらに、異なる検出器からのスペクトル画像マップ等のデータをデジタルマイクログラフソフトウェア上でリンク解析することが可能になります。で他のシステムや、あるいはデジタルマイクログラフ以外のものを使った、各個別の会社から出ているソフトを使って、測定をしていると、まあ、同時に、ガタのシステムを使っていれば、同時に測定できたであろうシステムを個別に測定しなければいけなくなったり、あるいは、データのフォーマットがそれぞれ違うものを、まあ、一つの同じフォーマットに変換をした上で、解析をしなくてはいけなくなったりと、なかなかそのあたりのデータマネージメントというところは難しくなるのですが、当社のシステムをご使用いただくことで、これらのデータもシームレスにリンクしながら解析できるというのは一つの大きなメリットになるかと思います。でこのデジタルマイクログラフでは、先ほどもご紹介したイールス、EDS、4D ステム等の各スペクトラムイメージングの測定を
同一の GUI、グラフィックユーザーインターフェースで、実施することが可能になっておりまして、まあ、2D アレイだとエリア、ラインスキャン、マルチポイント、複数のポイントでの取得ですね。あるいはタイムシリーズといった、データの取得方法を選択し、例えば 2D アレイ、エリアのデータ取得であれば、このウィンドウにて、取得条件等を設定してやり、実行することができます。で、何のデータを取るかというところに関しては、まあ、こちらの上に、ボタンがありますが、各測定手法のボタンをアクティブにするだけで、設定が可能です。で、まあ、今ここでちょうど出ているのでお話をさせていただくと、EELSと、CBED と書かれてますが、こちらは 4D ステムですね。まあ、あるいは収束電子線解説 CBED でもいいのですが、こちらはどちらも透過電子ダイレクトビームを使うので、同時には測定できないんですけれども、他の信号、EDS ですとか、あるいは CL、あるいは BFDF と書かれているうちの DF の信号などはですね、これら4つは例えば同時に測定するというようなことも可能になりますので、こういうような設定をした上でキャプチャーを押していただくと、これら4種類の信号が同時に取得できるというものになっております。で、さらに、この画端射性のステムパックというシステムをベースにして、これらのスペクトラムイメージングの測定などができるのですが、そのステムパックに備わっている、マルチパスによる複数回解析、積算の測定ですとか、あるいは設定ウィンドウの中から細かく条件を出せるのですが、ドリフト補正の機能、あるいは EELS EDS であればライブマップの機能等を活用し、データ収集の内容を高度に設定可能、モニタリング可能で、まあ、実験の制御からそのモニターした内容をフィードバックしつつ、実験の条件のアップデート、改良などをすることが可能になっております。で、次でご紹介するスライド、データとしては最後のスライドになりますけれども、まあ、このようにして、すみません、先に言っちゃいました。このようにして得られる複数の測定手法のデータですが、まあ、リンクしたそれらのデータを合わせて解析することによって、より深い知見を得ることができます。で、こちら、すみません、なんか再生進んでますね。マウスの調子が。こちら三角プリズムの、EELSと CL のスペクトラムイメージの測定結果を示したものになりますが、辺である A の部分、中心部である B の部分、頂点である、すみません。なんかアニメーション設定がされてるみたいに勝手に進んじゃいます。C の部分。というような部分をそれぞれ見てみると、このようなスペクトル、CL の信号が得られます。で、EELSの場合はこの信号がバックグラウンドに埋もれていて、ちょっとここに肩が、ショルダーが見えたりはしますが、かなり解析が難しいのですけれども、これらを気にすることなく、CL の信号ではバックグラウンドが低いのでデータを見ることができます。で、EELSの信号、こちらの緑の方がEELSのもの、バックグラウンドをさっぴいたものに、すみません、なるのですが、一応 A と B の信号についてはそれなりに強度があるのでちゃんと見れるのですが、C の信号になってくるともうほぼほぼノイズに埋もれてしまって検出することができます。だからこのような信号に関しても、CL とEELSを組み合わせることによって測定できるというところが、CL のメリットになるかと思います。ません、ちょっとアニメーションの設定の関係で先に進んじゃってお見苦しいところを見せてしまいましたが。以上で、今回ご紹介させていただきたい内容となります。で、改めて、最初のスライドに戻ってまとめとしてお話をさせていただきますが、モナックプロ T では、まあ、テムにおいて資料の光学情報を得ることで、まあ、テム特有の高い空間分解能を持って、ナノスケールでの構造や光学、電子的特性を明らかにすることができます。で、その特徴としては、鮮明な可塑ルミネッセンス度ですとか、スペクトルの取得可能であること。CL、可塑ルミネッセンスの取得だけではなく、光導入用ホルダーとしてもご活用いただける。で、最後にそのデジタルマイクログラフを用いたソフトウェアで、他の EELS、EDS、あるいは 4D ステム等のデータとの一元管理により、
他の測定手法と合わせたマルチモーダル分析のワークフローも単純化することができるというような特徴がございます。以上で、本日のご紹介内容となりますが、ちょっとプレゼンテーションのとしてご紹介するというもので、ただの情報共有的なところになりますけれども、まあ仮想ドルミネッセンスという手法、TEM ではそこまで、メジャーではないと申し上げちゃっていいかどうかはちょっと微妙なところですけれども、馴染みのない方もいらっしゃると思います。ね。仮想ドルミネッセンス顕微鏡法、こちらのウェブサイトで、CL についていろいろ、説明や解説等がなされております。TEMCL だけではなく、SEMCL に関してもご紹介させていただいておりますので、もしご興味ございましたら、こちらのサイトなど、whatisCL.info というふうに、打ち込んでいただければ見れるのですが、そのようなウェブサイトがございますので、ご紹介をさせていただきます。で、私の場合、英語で見るのも大変なので、Google 翻訳を使いながら、Chrome でですね、見てますけれども、比較的、まあ、時々変な日本語ありますけれども、内容を理解するには、そんなに支障ないような感じで翻訳されて見ることもできますので、ご参考にしていただければと思います。以上、本日のご紹介です。ご質問ございましたら、こちらに入力をいただき、送信いただけますと幸いです。ご清聴ありがとうございました。で、ちょっとこれから Q&A に移らせていただきたいと思いますが、いただいたご質問について紹介させていただきたいと思います。デジスキャン2では全く使えないのでしょうかというご質問をいただいてますが、ちょっとごめんなさい。ちゃんと確認できてないのですが、モナークプロティの分光系を使うにあたって、新しいデジタルマイクログラフのバージョンが必要になるものの、デジスキャン2もそちらに対応しているはずなので、おそらく使えるはずです。もし使えなかった場合には、今回ご参加いただきました皆様に、改めてごめんなさいということで情報共有させていただきますが、使えると思います。ちょっと確認して、間違いございましたら、改めてご連絡するようにいたします。で、他、ADF やイールスなどと同時取得せずに、すいません。これは、先ほどの質問ですね。CL 単独で使えばデジスキャン2でも使えるのでしょうかということですね。他に何かご質問ございますでしょうか。あと途中でちょっと、トモグラフィーという言葉が出てきておりましたが、こちらのホルダーでトモグラフィー CL などの測定が可能なのでしょうかというご質問がありましたが、こちらは、トモグラフィーと CL が同時に使えるということではなく、あるいはリフラクションで言えばマイクロ ED なんかも、あれですね、資料傾斜するので。やはり上下に、ビーム透過用の、を通す用のアパーチャーが開いたホルダーになってますので、傾けてしまうと信号が通らないので、トモグラフィーとの同時測定っていうのはできませんというご回答になります。他にご質問ございますでしょうか。まあちょっとでは余談になるのですが、ガタンといえばやはりイールスというイメージ皆様持ってらっしゃるかもしれないですが、この What is CL と似たサイトとして、イールスインフォというふうに入れていただくと、こんな感じのレイアウトのイールスの、似たようなサイトがございますので、ご興味ございましたらそちらも参照いただきますと幸いです。はい。では、特にご質問ございませんようですので、もし追加でお聞きになりたいこと、ご質問、ご要望等ございましたら、私、
宛てにメールをいただければ、個別に回答させていただきます。それでは本日皆様、お時間いただきありがとうございました。今後ともぜひよろしくお願い申し上げます。